アップル iPad iPad Pro 10.5インチ iPad Pro 10.5インチ iPad Pro はアップルが開発、販売したタブレット型コンピュータである iPad シリーズにおける最上位モデルとなっている従来までの9.7インチモデルの後継モデル2017年6月5日に WWDC で発表ディスプレイの解像度は百二十四 x 百六十八ピクセルで プロモーションテクノロジーに対応した。画面のリフレッシュレートが 60Hz から 120Hz に向上した。9.7インチ iPad Pro と比較して、ピクセル密度は 264p で同じだが、画面が20%大きくなっている。ソークは A10X Fusion を採用し、9.7インチモデルより CPU パフォーマンスは30%。 GPU パフォーマンスは40%向上している。画面サイズや重量以外の基本的なスペックは、第2世代 iPad Pro 12.9インチモデルと同等になっている。従来の9.7インチ iPad から画面サイズが大型化したが、周囲のベゼル幅を狭めることにより、本体サイズの拡大を抑えている。ストレージ容量は百五十六ギガバイト。 512GB を用意。カラーバリエーションは従来同様、シルバー、ゴールド、スペースグレー、ローズゴールドの4色展開となっている。iPhone 8、8プラスよび iPhone X と同等に iPad Pro 10.5インチモデルも USB パワー、デリバリーによる急速充電に対応している。急速充電するには、Apple USB-C、ライトニングケーブルと Apple 29、 30W アダプターもしくは PD 充電対応充電器で USB-C 電源アダプタを使用する必要がある。急速充電を行うと60分で50%まで充電でき、通常充電で4時間強かかるものが2時間強で満充電される。29W 以上の MacBook 電源アダプタを使用しても 29W 電源アダプタと同じ出力になる。 次世代機にあたる11インチ iPad Pro が発売された後も Apple Store で継続販売されていたが2019年3月18日同じ画面サイズの iPad Air の販売に伴い終売 iPad Pro の画面スペックを活かすため専用のオプションが2つ用意されているありがとうございます